コーギーの玉ねぎの下でマクドナルド。これは友達からのリクエストです。レンフレンドの二人の恋は募るほどに悲しくなるのが宿命。またウィンクが涙でにじむ切なく。若すぎるから遠すぎるから会えないから会いたくなるのは必然。貯金箱壊して君に送ったチケット売り切れの中のフォトグラフ。笑顔は動かないけど、あの大きな玉ねぎの下で初めて君と会える。九段下の駅降りて坂道を人の流れ追い越して行けば、黄昏時雲は赤く焼け落ちて、屋根の上に光る玉ねぎ。拍手の中飛び出した。僕は一人涙を浮かべて、千鳥が淵月の水面を振り向けば、澄んだ空に光る玉ねぎ。九段下の駅へ向かう人の波、僕は一人涙を浮かべて、千鳥が淵月の水面を振り向けば、澄んだ空に光る玉ねぎ。先週でね、大きな玉ねぎの下で爆風スランプ。